ではこの後は吉田照美画伯のニュース油絵です。このコーナーでは、吉田照美画伯が心を込めて描いたニュースな油絵、毎月1枚ご紹介しております。今日も画伯からのメッセージがまずは届いておりますので、こちらからご覧ください。ちょっと松平さんまで こんにちは、上杉さんと西谷さん、よろしくお願いします。吉田照美です。月末恒例のですねニュース油絵なんですけども、今回はですね、まあ年末ということもありまして、いろんなことがありましたが、こんな絵を描かせていただきました。まあ皆さんこれ見ればわかると思いますけども、これはまあ似てないと大変なんですけど、まあ高倉健さんと、それから菅原文太さんというね、まあ映画スターですね、偉大なる映画スターお二人で巨星というタイトルで大きな星ということで、まあ非常に続けてお亡くなりになったというのもなんかすごくくしくもという感じなんですけども、亡くなってからのエピソードとか、それからまあ晩年のいろんなエピソードというのが強烈に僕に響いてまいりましたんで、この2人を描かせていただこうということで、まず高倉健さんに関しては一番胸を打ったというか、東日本大震災の直後にですね、被災地 の少年がペットボトル2つに水をいっぱい運びながらね、それ両手に持って口をマイツポンジに結んでという、その写真が新聞に出たのを高倉健さんもやはり感動されてですね、最後の多分映画の作品だと思いますけども、その台本にですね、それを貼って、まあ自分自身を、まあ、戒めたというか律したというか喝を入れたとかいうようなエピソードを聞きまして、その後もその少年とねなんか手紙のやり取りがあったなんてことを亡くなられてから、知るという話もありました。あと菅原文太さんに関してはですね、まあ尾長さんの沖縄知事選の時の、まあ、コメントというか応援演説のスピーチが非常に素敵だったんで、それがやはりですね、まあ、今のいろんな政治家の方々も見習ってほしいなと思うような、ああいう政治家の方がいたらなと思うような、ものでありまして、まず為政者たるものね、国民を飢えさせない3つあると、為政者がやるべきことは、まずは国民を飢えさせない、2つ目は、国民に安全なものを食べさせると、でその3が戦争をしないと、これはまあ強烈なメッセージで素晴らしいなと思いましたので、この2方をですね、書かせていただいて、まあ、映画スターなんで、最後字も書きたかったんですけど、終わりだとなんか寂しいですしね、続くだとなんか軽い感じなんで、お二人ともパーフェクトだったんで、勘という字でね、示させていただきました。そういうことで虚勢という、ニュースアプライです。はい、ということで絵を見ていただいたんで、まあ、来年もいい年を迎えいただきたいということでございます。若葉のたい焼きなんですけども、僕だけちょっといただきますけど、はい、良いお年を。失礼します。あれでありがとうございます。かん。はい、スタジオにたい焼きは届いてないんですね、残念ながら。ありがとうございます。ありがとうございます。今回、はい、かっこいいですね。ねえ、また全然これまでと違った感じで、この缶は終わりの缶じゃなくパーフェクトの缶だったんですね。すごい。でもかっこいい。これ売れるんじゃないですか、これ。本当に。売ってるんですけど、いつも。はい。これすごい高く売れそうだな。ねえ、かっこいい。かっこいいね。またスッと立ってる、こう、高倉さんと、ちょっとこう、うん、動きのあるこういい、ちょっと対照的なねお二人っていう感じがします。またねこの絵の上にね、はい、遠慮なくこの文字をねバンッと今ハモりましたね。はい、ちょっと心がだん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 毒されてきましたね。そんなことないです。長い付き合いで息が合ってきました、どうですか薬師さん、このテルミさんのテルミ画伯の。いや素敵だと思うんですけど、つまらんことを、何ですか、その字を書く前に絵を完成させてるんでしょその上に字書くときもったいない。どうするんですかね、もし字失敗したらそんな相当緊張して字書くんじゃないかな、そうですけど、ね、これ、ね、この字はまたこれテルミさんの字ですか。あ、いやそれはやっぱり書いてらっしゃるんじゃないでしょうか。絵の上に字書くって相当緊張するんじゃないかと思ってですね。僕もこれなんか惜しみなくと言ったのはこれやっぱりその部分ですよね。はい、これが急にね、こんな風に、
なったら緊張するよなと、はい、改めて、はい、吉田照美さんがおっしゃってたんですが、今年は残念ながら日本の偉大な映画スターが相次いで亡くなりましたと。で、高倉健さんは、まあ、先ほどおっしゃっていたことなんですけれども、その大震災ですね、東日本大震災の直後に新聞に載った被災地の少年が水を入れたペットボトル2本を運んでいる写真に感動して、最後の映画の台本にそれを貼って気合を入れていたというエピソード。そして菅原文太さんは沖縄県知事選の応援演説のスピーチの素晴らしさ、もう痺れるくらい素敵だと。それで最後の文字はその終わりでは寂しいので、でさらに続くではちょっと、ね、軽すぎるということで完璧の感にされたという、はい、ことで、この絵を今回は描かれたということでした。ちょっと一緒に描いてみました。はい、巻、終わり、終わりじゃやっぱかっこ悪いですね。うん、続くでも変ですね。剣、うん、でもおかしいですよね。よかったね。いや、高倉剣だから剣だと思ったけど、考えても文太さんがいた。そうです。まずいですね。いや、本当にでもかっこいい、俳優さんといっても演じるだけではなかったということですよね。ですね。はい、あの普通の生活の中でもね、うん、プライベートでも缶、今なんで缶を書いたの、缶って同じ字でこれじゃなくてよかったなと思って475って書いてるギリギリ入りました缶元総理ですね。まあこれでなんかね、せっかくいいこの絵のね、はい、会話がこれでちょっとつまらなかったんで、はい、またちょっと茶化してしまいましたが、いや本当にこれすごい今回かっこいい、はい、1回目の日本エレキテル連合ももちろん衝撃的だったんですが、はい、2作目のね、壁ドン、はい、お、ここに来るのかと、うん、照美さん自身はね、一作目は時間がないと言いながらもね、ね、あんな、うん、あんなって言っちゃいけない、素晴らしい絵を描いて今回は照美さん自身も相当気合入ってんじゃないですか、うん、今年、まあ、うん、最後ですけれども終わりにちょっとこうふさわしいというか、うん、はい、ということで、芸術芸能評論家の薬師教授はどうですか、もう一度。いや、今までの二作と思う気が違うから、うん、今日はどういうジョークというかシャレというか風刺がと思ってたらストレートに来ました、ね、ストレートでいいですね。でもこの缶っていうのがやっぱり普通の絵じゃないというのと、うん、あと背景のこの黒っていうのがまたね、そうですね、際立ちますね、うん、しまってる感じが、まあ確かにこの橋、特に菅原文太さんは、まあ、本当にね、亡くなる直前晩年などは、細川森弘東京都知事の応援演説に来たり、あるいは、沖縄の先ほどの話で言いましたけど演説も行ったりということで政治的な活動を、盛んにされていた、はい、ということなんですが、ね、あのたびたび言ってますけど日本のね、その芸能界の方とかアーティストの方ってそういう政治活動タブーになってますけど、はい、そんなのタブーじゃなくて自主規制なんですよね、うん、海外はねむしろそういう発信をしない方が、すごいあの、まあ、愚かに見られるというか、うん、要するに考えを持っていない、クレバーじゃないと見られてしまうということもあって、むしろ自分の支持政党も政治的思想もはっきり言うというのは普通になってるんですよね、うん、そのあたり文太さんが、まあ、後半ですけどやりだしたっていうのは一つ変わるきっかけかなと思ったんですが、だけどあの袖のところの陰影をつけたところとかね、あのシャツのところ の, あのこう上着の陰影つけたところにあの白い線をずっと入れるの勇気がいっただろう。そこですか。一番勇気に感動している。そう。ね、菅文太さんは、はい、まあ、あの原発のことについてかなり言っていたんですが、うん、こう後からついてくるかというとあんまりついてこないんですが、ただ週刊リテラシーの中でね、特番で鈴木奈々さんが、はい、私は原発は嫌いです、反原発です、はい、って言ったらネットで今叩かれてるんですよ。あ、そうなんですか。ね、はい、20代の若い主婦が、うん、自分のね思いを言ってそれ叩かれるってやっぱり言論空間おかしいですよね、うん、でやっぱりそういうようなことがおかしいということを思う気づく早く、社会に来年2015年はなってほしいなと。そうですね、いうことでオペレーター最終回みたいな感じですけどまだまだ続きますが、この吉田画伯の絵がこの後もしばらくスタジオに飾らせていただきます。画伯今日もありがとうございました。来年もニュースの絵お待ちしております。よろしくお願いいたします。